今あれじゃん。あんたらもじゃんじゃんとか。予定にないこと言わないでください。予定に？予定に？予定は見てや。じゃあ時間も空いてるやん。だから美佐子の MC 2時間続きます。ここからね。大して面白くありません。何そうですか。さあ始まるよ、みんなで盛り上げましょう。あ、ちょっと待って、絡んでる、これ絡んでるね。間違えたら最初からやるからね。オッケーオッケー。はい、じゃあみんな行くぜ。Oh, you're my baby.
またないさ。はいはい、まあさ、8年ぶりって言ってもね、多分このバンド誰も知らんと思うんだよね。8年前に六本、あ、その前にね、マンユルイスっていうバンドあったんだよ。割れてやらないか、そのバンド名で出したら落とされて、で、そう、六本木珍獣になってマンユルイスの音源を送って、そしたら受かった、六本木珍獣から。だからここら辺ぐらいまでだったらいいかなと思って、そう、ネーミングね。でもさ、なんかパワハラセクハラなんて大好きじゃん私。亡くなったらさ、世の中おかしいなんだよ。でもそんなこと言うとちょっと語弊があるよ。そんなって辛い思いしてたら嫌だからな。やっぱ今の撤回するね。ね、勝手に喋ってる？ね。何で盛り上がってる？私も盛り上がりたい。一緒に、ね、なんか教えて、何？イエーイ！何のピースとか。はい、そんな感じで六本木珍獣です。イエーイ！今日ね、ちょっと待って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 、今日みんなさ、網で揃えてるだよ。おいさ、おかしいはずなのね。だけどさ、一人だけガイタレいんねん。なんかさ、普通にかっこよくない？あんた何人？イタリア人。ちょっと意味が分かってさ、母が、え、何人？母はい、おい寒いじゃん、みんな。よしくしゃべってるだもんね、みんな盛り上げてよ。ゲイ達者？なんて言った？あ、ゲイバンド？え、どういう意味それ？誰だ？え、みんなゲイっぽい？そう、なんかね、このバンドなんてさ、泥酔バンドみたいなもんなのにさ、まだみんな知らんだな。あ、飲む？うん、いいよ、うん、ね。まあ、自分の名前が言えればいいじゃね。ね、そうだよね。というわけでね、私もこの夏祭りにね、出させてもらうのもね、10年ぶりということで、またこのステージに帰ってくることができて、ゆりやんとさ、それとこのメンバーにめっちゃ感謝してます。ありがとう。そんな感じで、あんまり面白くない MC なので、次の曲いきますね。あと何曲だっけ？え、いい曲？さっき。フーフーってやつはお願いします。あ、そうそうそう、フー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 ってやつ、フーフーフーですね。ご視聴よろしくお願いします。今日喋り足りんな。六本木珍獣のもんでこの曲やるじゃんね、こちら。そうだな、六本木珍獣と言いながら、六本木珍獣にちなんだ曲で最後盛り上げますよ。ダメでいくわ。いい、オッケー、はい。Stop!
違うんだ。ちょっと待って、さっきそれ分かった。